みんなにはまだ見えてるの、これ。これ俺の、僕の携帯のアドレスですけど。他にもアンチ抱えてる配信者多いのにお前だけやられたの。いや、他にやられた人もいるとは思うんですけど。あ、表示されてるんですか？マジっすか？ いやー。あ、ニータンさん、ハートありがとうございます。あ、まだ見えてるんだ、これ。これどうやって消すんだろう。ちょっと待って、消し方がわかんない。え、消えました？これでいいのかな？これでいいの？ちょっと自分の放送見てみようか。あ、消えた？消えた？消えました？消えた。消えてない。消えました？アドレス。まあ別に貼っててもいいんだけど、別に公開してるし、ただなんかアドレスだけずっと常に貼っててもなんだこれってなるからね。あ、消えました。あ、わかった。ここの運営コメみたいなやつを一回こう消してからエンターを押せば消えるんだ。そうじゃないと貼り付けた状態になるんだ。そっかそっか。なるほどね。助けたいのは山々だけど、お金あげるだけで有効な支援になると思うので、まあ、それはあると思います。あ、応援したいんだけど、風船とかで申し訳ない。いやいや、全然ありがたいです、本当に。ありがたいです、本当にね。ありがとうございます。いや、でも本当参ったね、マジで。参ったね、本当にね。セブンのきつねうどんはうまい。マジで？セブンのきつねうどんとか美味しいっすか？食ったことない。どういうやつですかね。セブンのね、なんだっけな、あれ。なんだっけ、チキンカレーってのがあって、それは美味しい、すごく。あ、ライムさん、風船ありがとうございます。いやー。まあ、とりあえずね、ほんとなんとかしないとな、マジで。昨日から参ったしか言ってない。だって本当に参っちゃったからな。参ったぜ、本当に。本当参ったわ。てか、この前、ハルさんの配信で寝落ちしちゃいました。声が落ち着きます。あ、それはね、結構言われるんだよね。俺結構言われるよ。あ！これなんて読むの？心身か。あ、心身だ。よく見たら心身じゃん。あ、心身さん、回路、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、女の子とかに結構言われるんだよね。ハルさんの声を聞きながら横になると落ち着いて、なんかこう、なんていうんですかね、眠っちゃうみたいな。いや、これ本当嘘じゃなくて言われるんですけど。結構言われますよ。なんかツイッター、例えばツイッターとかで、こうなんか DM とかで来たりとか。あと LINE とか僕公開してるんですけど、あと昔メアドとか、まあ別に今も公開したけど、そういうなんかいろんな形で、なんか女の子から来たりするんですよ。まあ LINE だったり Twitter だったり、メールだったりとか。そうっすね。まあもうメールは、ま、い一切見てないですけど。なんか迷惑メール多いんでね。目玉焼きはまだハマってる。ああ、目玉焼きこの前何回か作ったんですけど。そうっすね。目玉焼き久々に作ると美味しいですよね。もうあれから作ってないですけど。眉毛剃れば、いや、本当に眉毛は剃ろうと思うんですけど、自分だと剃れないんだよね。不器用なんで。なんか変になっちゃうんで、剃りたいとは思うんですけど、自分だと剃れないんで。はぁ、参ったね、本当に。本当参った。ニコさん風船10個。アドマス。アドマス。いやん、ありがたい。いやー、ほんとそうだよ、マジで。あ、
はぐき社長さん、風さんありがとうございます。ありがたいね、本当に。あ、神うさぎメロコさん、ハートありがとうございます。いやー、本当わたや。本当に終わったよ、マジで。それとか絶対しないっす。はるしさん、ツイキャスで配信はしますか？あ、たまーにやってます。あ、ツイキャスで思い出した。石垣くんさん、ありがとうございます。なんか、映像止まってない。嘘でしょ？映像止まってます？止まってなくないっすか？多分止まってないっすけど。あー、なにこれ？匿名係長。あ、匿名の方から。カイロ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、ちょっと話変わるけど、止まってないよね。アナナちゃんだ。止まってないよね。話変わるんですけど、キャリーパムパムが放送してたらしいじゃないですか。ツイキャス。で、2ちゃんに払えてたんだけど、キャリーパムパムがツイキャスやってるとかつって裏で払えてて、もうその気づいた頃にはもうその配信終わってて、録画公開されてなかったから見れなかったけど、なんか最大閲覧数みたいなのが見れるんですよ。1万4千何人ってやった。最大閲覧、まあ、瞬間って視聴率みたいなもんだと思うんですけど、俗に言うテレビで言うね。瞬間的な最大閲覧のやつがこう表示されるんですけど、1万4千いくつだった。でも、キャリーパムパムでも1万4千ぐらいなんだね。逆に。逆に、まあでも、そんなもんだと思うんだよ。だって、ツイッター、あ、ピコ姫さん、帰るありがとう。ありがとう、ありがとう。だって、なんか、これこれって人が1万ぐらい言ってたんじゃなかったっけ？だって、キャリーパムパムなんてさ、普段ツイキャスやってないから、ツイキャスのリスナー自体がいないってのはわかるけど、ツイッターのフォロワーは多分400万とか300万とかの次元でしょ。それなのに、でも、1万4千とかなんだとか思って。あ、30分枠で歌4曲歌ったの。もっと行くもんなのかなってちょっと思ったんだけど。だってツイッターのね、通知から来てる人とか考えるともうちょっと行くもんなのかなって思ったんですよ。あ、ミーターさん帰るありがとうございます。まあでもニコニコとかもそうだよね。変な芸能人とかだと、全然有名な配信者とかの方が人呼べてるからな。なんかわけは、まあ別になんか、みんな一応その芸能人知ってるけど、まあ言ってしまえば、まあなんか三流芸能人みたいな人がさ、なんかニコニコとかで公式とか出ててもさ、全然有名な配信者とかの人呼べてたりするからね。そんなもんなんだろうね。あ、ミータさん、カイロ、ありがとうございます。ミータさん、ありがとうございます。あ、ニコさん、風船ありがとう。偽物と思った人が多い。でもさすがに、キャリーパンパムのツイッターフォローしてて、ツイッターで通知来たんじゃないの？だって。ツイッターで告知しなかったの？本物のアカウントから通知すれば、さすがに偽物だとは思わないだろう。あ、落ち武者さん、ありがとう。連続風船、フォローしておきます。ありがとうございます。ミータンさん。あ、ミータンさん、ありがとうございます。連続で帰ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたい、本当に。でも1万4千ぐらいなんだなって思ってさ、もうちょい、まあでもツイキャスはね、例えばキャリーパムパムが連続で撮ったら、ね、なんかツイキャスある程度、定期的にやったら多分もっと1万4千どころじゃなくなるんだろうけど。中国の生放送サイトって一発1万7千のアイテム、マジで？それの配信者がもらえるのってどれくらいの？半分くらいになっちゃうの？ 7 割ぐらいとかなのかな？ちょっと半分はちょっとね、いくらでも持ってきすぎなとこあるからね。YouTube のなんか、ね、
動画の